こんにちは、ベンジです。バンピートロットの続きをやっていきます。今街がキラーエレファント団に占拠されてるんで、トロットが使えません。この人じゃなかったっけな。そうだよね。私に言おうかね。受け取っていただきたいものは。おお、選ぶんだ。あれ？これか。入団申し込み書。ちょっとこっちに来たまえ。そうだ、喋ってくれるんだ。さあ、入れてくれるかな。いや、入団希望者か。そうです。見たところあまり体力はなさそうだが。体力が必要なんですか、ロボットに乗るのに。それではいくつか質問をさせてもらおう。はい。出身はどこかね。出身、灼熱の砂漠です。灼熱の砂漠が僕の故郷です。砂漠の出身か。なるほどなるほど。それでは君は我がキラーエレファント団に入って何がしたいのかね。お金儲け。世界征服。もちろん世界征服です。悪い声になってる。ほう。では次の中で最も興味のあるものは何かね。じゃあ機械。僕は機械に興味があります。なるほどなるほど。いいだろう、入団を許可しよう。いいの？これが団員の証だ。ビークルに取り付けるように。あー、プレート。それと私がキラーエレファント団の人事部長であることはみんなには内緒だ。わかった。わかったね。わかった。それじゃあ私はここでやることがあるから、君はまずは我が団のアジトへ行きなさい。はい。知っているとは思うが、アジトはハヤブサ絨毯工場の裏だ。うん、よし。ダメ？ちょっと、俺団員なんだけど。あ、これつけてくれ。スペランカーじゃなくなってしまう。かっこよくなったな。発信可能だ。お、燃料入れてくれた。ありがとうございます。キラーエレファントになったね。これ、ダメか。自分では動かせない。いやー、絨毯置いていきたいんだよな。ちょっと一回ダメ元でホテル行ってみっか。じっとこっちを見てる。微動だにしない。そうだよね。ここください。もう腹いっぱいか。ここのここら辺だって。前回行ったっけ。行ったかもね。いらっしゃい。来たわ。ホテル行っても結局絨毯を下ろせなかったんで、もう行きます。あっちに。これどこ行けばいいんだ。ドミネコ海岸。これでいいのか。いいんだね。じゃあそこの出口まで飛ばします。止まれ。はい、到着しました。俺たちのと同じ柄のプレートをつけているな。いえ、私団員です。味方か。ご苦労さん。町の外へ出るかい。はい、開けてくれ。ふう、やっと脱出した。
ネフロネフロの町から海猫海岸へ至るこの川は、かつて下流の港への交通ルートとして使われていたが、廃校と自動車の普及のため、ああ、やっぱり読めない。こっからは自由に動けるかな？おう！なんだ、見慣れないビークルだな！仲間だって。一応俺たちと同じプレートつけてるな。お前新入りか？そうです。おー。販売？ああ、耳寄りの情報はありますよ。親分に耳寄りの情報を持ってきました。そうかい。そりゃご苦労なこった。でも、そんな紛らわしいビークル乗ってたら、仲間から攻撃されちまうぞ。いいよ、返り討ちにしてやるよ。せいぜい気をつけていくんだな。おう。てめえらぶっ壊せ。えい。ダメか。ここ走るの初めてかも。ここのマップをちょっと見たい。お、ここなんかあるね。スロープ。橋。あ、そっち。こっちがはやぶさ第一か。え、ここ？へえ。なんかいろいろ行けるんだ。でも今はちょっと寄り道しないで行くか。あらよっと外した。いやー、やっぱこの車輪だと速くていいね。お、来たな。へい。あー、仲間を倒してるけどいいのかな。お、やりやがった。仲間なの。ちょ、やりすぎだってお前。ぶっ殺す。HP は回復できないからな。あ、待てね。なんかでけえのいる。よいしょ。やばい。こいつを持ち上げて、こいつに当てる。イエーイ。あいつが道を塞いでたってことなんだ。オッケー。え？すげえぶっ壊れたな、なんかいろいろ。あ、まだあの足が残ってる。そっからも多分出てくるよね。だからこれを持っていこう。あー、危ない。ほら、出てきた。当たるね。もういいや。よし。オッケー。ふう、絨毯工場。あ、なんか音符ついてるね。到着。まずは修理だな。こんにちは。結構金貯まってるな。いやー、ボディは買えない。これなんだろう。一応買っとく。
あとね、砲弾を持っておきたい。いや結構金かかるな。まあいいや、買っとこう。パーツ交換。あ、今なんかついてんじゃん。手変えまーす。で、いや、シールドは残しておきたいから、ちょっとこれで試してみよう。はーい。おお、連射性はあんまりないね。オッケー。お、なんかピコピコ鳴ってる。弾かな。裏っつったよな。裏って出てくる。わー、入っちゃった。直しとこう。よし、こっちじゃないって。屋根でも乗れないもんね。そこ行くともうダメだから、やっぱここで降りるのか。なんか話してるね。ドア開けろ、出てこーい。あー、もうバレてんだな。あ、裏って分かったよ。ここだよ。こう行って、よっ。ああ、なんでもないです。この中通るんだっけ。あれ？あ、いいんだ。ここがアジトと。え、アジトか、ここ。ただの見張り台だよ。あ、いるいる。よう、お前が教えてくれたんだったっけ。シェール工場の裏だぞ。え、ここじゃないの。自信のなさそうなやつだった。あ、ここが修理工場の横か。裏ね。修理工場がここだから。あ、わかった、ここだ。ここだね。いや。よし。これでやっと、見張りを交代できたわけだ。すげえ場所にあるな。アジトっぽい。よ。親分にとっておきの情報が。何？とっておきの情報だって？よし、わかった。早く帰りな。素直か、こいつら。ティラーエレファント団、アジト。親便。とっておきの情報です。うおぉ、すげえ。立派なアジトだこと。え、超でけえのいる。あ、で上なんだろう。あ、移動要塞だって。ドンエルファント2世。初代ドンエルファントに乗ってたんだ。え、俺壊したやつじゃねえの、ドンエルファントって。ねえ、試運転中に何者かにぶっ壊されちまった。あの野郎どこにいたのか。ここだよ。いや、お前だよ、うろうろしてるの。ああ、ドンエルファントの、あ、ドンエルファントじゃない、キラーエルファントのロゴ。親分は今お食事中だ。
終わるまで部屋に入っちゃなんねん。うるせえ。それにしても次の料理おっせえな。あんまり待たせると親分暴れ出すぞ。料理持っていけばいいんだ。そうだ、お前ちょっと厨房に行ってせかしてきてくれ。わかりました。厨房どこだよ。あ、ここか。この下かな。よっ。あ、ここだ。おい、遅えぞ。チェスボードを置いて。チェスもできんのかな、これ。おい、何やってんだ。おお、ちょうどいいところに来てくれた。さっきからずっと我慢してたんだ。お前、代わってくれ。頼む。トイレ。そこの肉で料理を作って親分のところへ持ってってくれ。アイアイさん、急いでな。アイアイさん、コック帽を手に入れた。じゃあコック帽をかぶるか。よし、オッケー。これで俺は料理のプロになった。宝箱はないね。始める。下ごしらえをどうする？これどうすっかな。ボスに気に入られた方がいいと思うんだ。叩いて柔らかくする。真面目にやろう。ぐっちゃぐちゃなの食わしてやりたいのは山々なんだけど。下味は、どっちかだな。ボス辛いの苦手だかもしんないよな。ハーブだな。肉を、衣をつけてあげる。仕上げ。パンに挟もう。これでメンチカツ、メンチカツパン。新しい料理などではハーブ風味カツサンドいいじゃん。あ、料理のレシピ、え、マジか。料理とか今後もやるってこと。でも美味しそうだよね、ハーブ風味カツサンドなんて。登れる？やる。おお、絶対中ぐちゃってなった。ようやくできたか。親分が待ってるぞ。はーい。親分、飯ですぜ。あいつか。宝箱あんの見るの忘れた。遅かったじゃねえか。食い物が切れるところだったぞ。聞いたことある声だ。なんだこの料理は。ハーブ風味カツサンドです。見たことねえ料理だな。お前飯食ってるじゃねえかよ。どうすか。こりゃうめえ。おお、よかった、おめえでかした。こりゃ発明だぞ。ありがとうございます。おめえ見ねえ顔だな。新入りのコックです。親分。親分、足の顔を忘れるなんて。親分、こんなやつ嫌いエレファント団にはいないわよ。おい、何言ってんだこのアマ。やっぱりな、危うく騙されるところだったぜ。いや、新入りで。さてはあれか、ネフロネフロのやつだな。まあそうなんだけどさ。大方わしを倒して町を解放させようって腹だろ。そうだ。え、おめえビークル乗りだな。わしは油の匂いでわかるんだよ。よし、バトルの準備しろ。何？こいつと勝負だ。ちょっと、俺まだ弱いよ。
え、親分との戦い、親分と戦うの？下っ端からじゃねえの？え、大丈夫かな？え、しかも銃に変えたままだな。まあいいか、軽くひねってやるか。いやー、いきなり親分だよ。あ、バトルスタート。え、いた、いたいた。しかもドンエルファントまで。よっしゃ、あ、抜けられた。すぐ投げる。よいしょ。で、撃つ。逃げろ逃げろ。どこ行った？うわ、いた。すぐ投げろ。すぐ持つ持つ。よし、投げろ。あー、ダメだ。やべ、さすが親分。そう、強え。いや、やばい。持ち上げて投げる。おっしゃ、いけ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 。あ、やられた。あ、やばい、セーブしないよ。超絶食いしん坊エレファント親分、マットエレファントっていう機体だったんだ。あ、ゲームオーバーにはなってないね。負けてしまった。うーむ、これで勝ってたらどうなったんだろう。縄解いてやんな。お、結んですぐ解くの？でも親分、こんなやつ白崎川に放り込んで魚の餌に。お前まだ肉持ってんの？そうですよ、こいつのせいでドンエルファント2世が。え、2世は大丈夫？バカ野郎、こいつはおめえらよりよっぽど度胸が座ってる。お、これ以上恥かかすんじゃねえ。お、ドンエルファントはまた作りゃいい。そん時はさらにパワーアップしたドンエルファント3世だ。おめえ名前は？話の分かる親分だな。ミスター敬礼マニアと人は呼んでいる。おめえに免じてネフロネフロからは手を引いてやるよ。お、ありがとうございます。お、親分、せっかく俺たちの門になったのに。黙ってる、今すぐ引き上げさせるんだ。お、電書バトを飛ばせ。おめえは面白いやつだな、気に入ったよ。え、これからはいつでもここに来るといい。お、ありがとうございます。なんならまたバトルしてやってもいいぜ。お、次は勝つぜ。うわ、腹減ってるだろ、なんか食ってきな。ありがとうございます。おい、飯と酒だ。ああ、ありがとうございます。大満腹になった。もう見たか。お、このレッグパーツならこのドック内の購買部で売ってるんですか。え、購買部でレッグパーツを売ってる？この4本足？あ、っていうか、金ねえよ、今。で、購買部はど、うわぁ、足取れてる。誰がやったんだ？購買部どこだよ？ここか？これっぽいね。購買部。600か。あー、鉄球アームも売ってる。鉄球、今、ボスが使ってたやつだよね。あー、今買ったばっか。いやー、どうしよう。なんか売れないかな。攻撃品。え？持ってないけど。持ってないよね。
じゃあなんか売れるかどうか。あ、売れないわ。買うしかできない。これなんかちょっといいよね。象の耳ってことでしょ。本当はこれとかこれとか欲しいんだけど、まあいいや、これ買おう。ここなんだ。あ、それ厨房だな。じゃあさっさとずら借りましょう。親分に一回会っとく。挨拶してから行った方がいいよね。あと宝箱はないね。宝はいっぱいあるけど。エイプリル、まだ坊やなんだからとか言われてる。メイ、メイちゃんの方が好きだな俺は。よし、じゃあ戻ろう。あ、ちょっと待って、誰お前。明らかにおかしいやついるぞ。あ、いや、人事部長。ずいぶんと派手にやりましたね。採用した私も責任を感じています。そうそう、言い忘れていたことがありました。団員として聞いておいてください。何ですかね。我々キラーエレファント団には目的があるのです。ご存知ですか。知りません。世界征服。やっぱりトロットビークルで世界征服。いやいや、そんなことには興味はありません。そうなんだ。我々の目的、いや、え、夢はね、月に行くことなんです。今の選択肢なかったんだな。子供の頃初めて世界地図を見た時、親分と嘆いたものです。ああ、古い友人なのか。この世界はどこも誰かが行ったことのある場所ばかりだと。でもまだ誰も行ったことのない、行こうともしていない場所がある。それが月です。おお、この世界では月に誰も行ったことはないんだ。僕も行ってみたいな。月か、僕も行ってみたいな。そうでしょう、そうでしょう。我々はそのための乗り物を開発しているのです。じゃあさ、なんか奪ったりそういうのはやめたら。ドンエレファントは真っ当にやればいいじゃん。その移動発射台なのです。しかし、まだ性能が十分に上がる前にあなたに壊されてしまいました。いや、それは不可抗力で。まだまだ新しい技術、新しい機械が必要です。そのためには資金が必要です。盗賊は資金集めの手段に過ぎません。間違ってる。その考えは間違ってるぞ。ネフロの町を占拠したのはやりすぎでした。いやいや、盗賊自体良くない。町の活動が止まってしまっては奪うものがなくなってしまいますから、うん、そうだぞ。あの、卵がいっぱい欲しいからって鶏を殺したら、うん、なんかそんな話あるよね。親分も少し反省していましたよ。でもあなたが現れてちょうど良い機会だと思ったのでしょう、うん、それではネフロネフロの人々によろしく。はーい。あんたが人事部長だって言いふらしとこう。あれだ、なんか金の卵を産む鶏がいて、その腹を裂いてみたら何も出てこなかったみたいな、なんかそんな話あったよね。お、伝書バト飛んでったか。よかったよかった。ほんじゃあこのままビークルに戻ってセーブしようか。はい、戻ってきました。じゃあ今日はこれで終わってきます。次回ネフロネフロの街行って、みんなに感謝されていきたいと思います。では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。
このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。